同じ野球じゃないから、同じ世界じゃないから、オリンピックってのは別世界だから、それだけは強調して言いたいな。そんな簡単じゃないって、現場に入り込まなきゃダメ。面接までするぐらいでいいんじゃないの、選手と。4番は誰ですか。野武士の雰囲気がありながら、侍というね。うん、楽しみだね。でも俺現場にいる人たちは苦しみだよ。本当に楽しくないから。プロ野球の監督なんか手でもないもんみたいに。稲葉監督にアドバイスをするとすると、まあ中心選手を誰にするかっていう部分でいかなきゃいけないだろうな。このチームをまとめ上げてくれるっていう、選手を誰にするかっていう最初のターゲットをしっかり、絞っていくっていうことはすごく大事だと思う。それね、まあ自己犠牲っていうかさ、自己中のタイプの選手じゃ無理だから、そういうふうなチームに、フォワードチームでとにかく自己犠牲を惜しまずにチームをまとめ上げる力のある選手、これ条件だよ、一つの条件だよ。俺の時はちゃんと宮本慎也っていうさ、この本当の野球に対しての情熱とかさ、チームメイトに対しての気配り目配りとかさ、これに関しても素晴らしいものがあったから、チームもまとめてくれたしね、彼がいてくれたおかげでチームがそれなりのキャラクターを全部まとめてくれたっていうかね。やっぱ代表チームってさ、キャラクター軍団が集まるからな、どうしても。でそのキャラクター軍団をまとめ上げられる超の選手がいなきゃダメなんだよね。それは一つターゲットの中にすごく大事にしてほしいなと思うの。最初のターゲットを決めるときには、このこいつの大体チームにしなきゃいけないなぐらいの覚悟を決めて、選び出すというね。それで最終的には24人という人数が少ない中でのカバーし合える、例えばユーティリティプレイヤーみたいなものを何人揃えるのか、でピッチャーだったらどのタイプが必要なのか、どの国に対してどういうピッチャーを当てていかなきゃいけない、このタイプでないと通用しないなっていうね、ある程度も戦う前からその相手国の特徴とかさ、そういうのも情報として全部準備して、その準備した中でこのピッチャーを当てはめていこうというね、もう先発まで全部決めていかなきゃいけない。中畑さんだったら誰をキャプテンにしますか。今はそんな簡単じゃないって、現場に入り込まなきゃダメ。入り込んで12球団全体に足を運びながら情報を提供してもらう、話にどん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 入って、選手間にも取材したりなんかしながら、いろんなことを こいつ本当はどうなのみたいなところまでちゃんと情報を提供してもらいながら、選手選定選考していかなきゃいけない。面接までするぐらいでいいんじゃないの、選手と。アテネの時はそういうことまでしたやりましたね。まず大事にしたのは人間性というのが兼ね備わった力のある選手だから、簡単にこう見た目でこうだけどなって思うところで当てはめるっていうのはちょっと安易すぎるな。それは絶対避けなきゃいけないね。本当に奥に入って入り込んだ中で、自分のチームだから、もう自分のチームだと思うぐらいさ、そこまで、人間性まで、掘り下げて研究して、それで選定していくっていうね、そういう段階を踏まなきゃいけないと思う。そんな簡単じゃないって。4番は誰ですか。4番4番タイプは結構多いよね。でも浅村なんか今回日の丸つけてからでだいぶ変わってきたなっていう、フォアザフラッグっていうかね、日本の日の丸を誇りに思って戦ってくれる、野球界の伝道師になれそうな雰囲気があるからね。野武士の雰囲気がありながら、侍というね、代表の中で、この1年間もどういう野球をやってくれるか、それで人としてどう成長していってくれるのかと、そういうのもちゃんと見ながら、
一緒になってチーム作りしていこうっていうね、ことを考えながら稲葉監督が今見てるんじゃないかなと思うけどね、楽しみですね、楽しみだね、でも俺現場にいる人たちは苦しみだよ、本当に楽しくないから、決して楽しくないから、やってみなきゃ分かんないってやった人間しか分かんないんだよこれ、あの苦しみはね本当もう二度とと思うんだけど、あんなもう一回やってもいいかな気にさせてくれるとこがあるんだな、それもね別世界だよ、やったもんしか味わえない世界だから超貴重品だよな、やってよかったっすか、どう今考えたら、バカ野郎、まあ、あれがあるから俺はベイスターズ4年間できたんだよ、あれが原点だよこれ、だからプロ野球の監督なんか手でもないみたいに楽しかった、あの苦しみを感じ体験できたら、プロ野球の監督もう何回でもやってるよみたいな感じで、というぐらい違うよ、ありがとうございます。はい。